ばんは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。こんばんは。ちょっと今メールをダッシュでダッシュ書きしてます。すいません。ってやってる顔のこの写真ねうんってやってる顔のこの、あ、これだ。はい、虹色の空さん、ゆき、そのみさん、ゆき、口の大悟さん、ゆき、曇りのち晴れさん、ハート、00563マー君さん、ハート、イルファンさん、ハート、ありがとうございます。こんばんは。さあ皆さんどうですか、いつもと違う端末での配信になります。どうよどうよ、まあ、普通に iPhone10、 あれ待って、どっちも同じ方向に巻かれてる、めっちゃおもろい。 12?これは12なので、たまにこれで配信する時もあったと思うんですけど、今こう持って操作してたこちらが iPhone15 ちゃんでございます。ピンク見てかわいい。そう、基本的にはいつもと一緒で、こう自分のスマホは自分のスマホで置いといて、配信用に一個前の携帯を使うっていう感じだったので、これまでも今回も配信用に一個前の12ちゃんを使っております。なんかやっぱり、まあ、一応ねアイドルなので、画質とかのことも考えて、いろいろこの、なんて言うんだろう、考えたんですよ、何がいいかなって。やっぱプロの方がいいかな、プロマックスの方がいいかなとかっていろいろ考えたんですけど、やっぱ白黒、まあ私ね今12は白なんですけど、やっぱピンクが欲しくて15に変えたというか、まあ、ピンクが欲しくて14を待った女なので、私そう14、本当は12から14に変更しようと思ったんですけど、14の空張りがあんまり可愛くなくて、私的にはね、多分可愛いじゃんって思う人もいると思うんですけど、私的にはあんまり可愛くないなと思って、そうなのでちょっとピンクが出るまで待とうと思って待った結果、15でなんとピンクが出まして、15に変えました。嬉しい。そうだから広角だからさ、すっごいこんなに近づいてもさ、こんなに遠いの、近いのに離れてるそう、なんで iPhone にこだわるんですか。別にこだわってるわけではないんですけど、まあ基本的にメンバー同士であったりとか、スタッフさん等だったりとか、こう外部の、例えばカメラマンさんとかと一緒にこうお仕事をさせていただいた時に、やっぱエアドローを使う機会とかが多かったりとかするので、そういう面では本当なんか、まああれもあるんですよね、アンドロイドとかもあると思うんですけど、なんか共有みたいなのもあると思うんですけど、やっぱ皆さんがこう同じものを使っている方が、こうじゃあエアドローしますみたいな、じゃあまるまる誰みたいな、そうっていう時にすごく便利だったりするし、まあ一番最初に買った携帯というかがエアドロじゃないアップルというか iPhone だったので、そう、そこからただただずっとって感じですね。そう、仕事上って感じただこの iPhone15 ちゃんにしたんですけど、なんか
まあ、このねケースは100均です、はい。そこはあんまり、そう、これはステッカー挟んであるだけなんで100均なんですけど、あの本当はねもっとちゃんといいケース買えようとか思うと思うんですけど、すいません、ちょっと100均なんですけど、はい、ただ何を言いたいかっていうと忘れました。何でしたっけ、なんか全然違うね、全然違うねっていうか顔が違う、顔は一緒なんだけど、なんていうのこの、なんか画質良さそう。そう、ただ15になったことでこれがタイプ C になったんですよ。だからこれまでずっと使ってたあれが充電器が使えなくって、で私あのすごいちょっと大好きだった、ちょっと待っててくださいね、こちらのチーム8のこのモバイルバッテリーがあるんですけど、これの何が良かったかっていうと、これ一つだけを持ってればこれがこれにそのライトニングケーブルに進化させてくれてたんですよ。そう、ここのこの B タイプ B の充電器にここにこう刺さってるやつをこうやって刺したらすぐにライトニングケーブルが出てきたから、なんかさ、モバイルバッテリーってさ、だいたいなんか私が知ってるモバイルバッテリーなんですけど、だいたいなんかあのモバイルバッテリーと別にまたコードを持たなきゃいけないと思うんですよ。私がずっとこのチームエイトのこれを使うまでに使ってたモバイルバッテリーがもうハゲハゲスヌーピーなんですけど、はい、あの本当はここにスヌーピーの柄書いてあったんですけどなくなりました。それこれはタイプ B しかなくって、そう、どこにもあとは USB させるところしかなかったので、このタイプ B とそのタイプ B じゃない、このモバイルバッテリーと USB からライトニングにつながるやつを買わなきゃいけなくって、あ、てか一緒に持ってなきゃいけなくって、それがだるかったのね。だからこれが出た時にもうチームエイトマジ神、チームエイトが神なのか知らないけどマジこの商品神と思ったんですよ。そう、本当になんかもうこんな画期的な商品を生み出してくださった商品開発の皆さんありがとうございますって思って、そう本当にマジでありがとうございますって思って、これにめちゃめちゃ感謝したんですね私は。でもそのこれがライトニングなの、だから次は結局コードを買わなきゃいけないの、買わなきゃっていうかコード持ち運ばなきゃいけなくて、だるい結果だるいそうそうなので、なんか100均とかに売ってるじゃないですか、これのこのライトニングじゃない B から C になるやつ、そうだ、それがここに入ればいいんですよね。そう、それがここに入ってくれれば私は何の問題もないんですよ。また100均行った時に、そう、このこれのここが C のバージョンがここに入ってくれれば何の問題もないので、ちょっとまた100均行った時に探します。いや、あるのは知ってるの、あるのは知ってるんだけど、そうじゃなくてここに入れれるかどうかが問題なの。そうだから探します、とりあえず。でも私今持ってる充電器が1個しかなくって、
タイプ C。 タイプ C 用の充電1個は Mac のやつで、もう1個はなんか非売品みたいなやつなんですけど、そう、それ非売品じゃないか、何、非公式品みたいな。そうだからどうしようって感じ。私今これの充電器はライトニングなんですよ。はいだるいはいだるいこれを機に新しいバッテリーを買おう。やだ、これ可愛いもん、無理。え、可愛くない？めちゃめちゃ、これめちゃめちゃ可愛くない？なんでタイプ C に変えたの？いや、それはなんかいいらしいです、タイプ C の方が。そう、とりあえず。え、しかもなんかやっぱ自分のチームのあれを使ってるって良くないですか？わかります？この言いたいこと、自分のチームのグッズを使ってるって良くないですか？これ使ってるメンバー見たことないこんなに可愛いのに。いいとはいい、でもこれで私これの充電、これなんて言うんですか、イヤホンでしたっけ、ワイヤレスイヤホンの充電もタイプ C なので、正直もうタイプ C、 ほぼタイプ C しか持ち歩かなくてよくなりました。いや、なんか私そんなつもりなくって、あのピョンムービーでなんかみんなのこと驚かせたみたいで、めっちゃコメント欄なんかすごいおいおいみたいな感じ私そんなそんな前振りしてました？申し訳ない、ごめん。そう、 Wi-Fi のパスワードが必要だった理由がこれで、えっていうかあの日の配信私これでしたよ、そういえば。そう、あのここに私だから15、12、10を持ってて、12の中の、もう一回いきますね、15、12、10を持ってて、15の中に12を入れて、12の中に10を入れるっていうことをしてたんですね。でその15の中に12を入れるっていうのは、配信の前に終わってたので、これをこう配信しながら、15で配信しながら、10の中に入ってるデータを12に移動してたんですよ。だからあの日の配信は実は15でした。そう、だから Wi-Fi のパスワードが必要だった。そういろいろ大変だった。とりあえずで、そしたら Twitter から青い鳥が消えました。さよなら。え、そんなピョンムービーなんか怪しかった？待って、どうしよう、ごめんって。そんな気なかったんだけど、うち、こっちじゃないんだよ、ピョンムービー撮ったのこっちの携帯なんだ、そういえば。そんな怪しかったですか？え？ありがとうございます。皆様に一つご報告がございます。なんとこの度、いや、なんとこの度って言ってるもん、絶対やらんやん。卒業発表、絶対しないですよ。ピョンムービーをこの携帯で撮るのが、はい、今日が最後になってしまいます、長年本当にありがとう。時期が時期この携帯さんはピョンムービーで卒業発表するってどういうやつなんですかえ、全然何の気なしに普通に喋ってました、ごめんなさい。ただただ普通にこちらみたいな感じで喋ってただけだったの、うちは。ごめん。
ごめん。いや、だったらうち多分直談判するかも。いや、もしねこの時期に卒業発表するってなったら、せっかく1位になったんだからドボンライブで卒業発表させてくださいって言うかもいや、しないから言えることなんですけど、しないから今こんなに堂々と言えることなんですけど、もしもなんかこの時期に卒業しようって決めてるたら、そう、卒業発表しようって決めてたら1位になったんでお願いしますって直談判しそうしないです、本当に安心してください。めっちゃおもろい、ピョンムービーで卒業発表、めちゃめちゃ見られてるコンテンツとかでもないのにめっちゃおもろいやん。本当にしないです。今はね、今はねいや本当になんか、でもこういうこと、いや分かんない、今となってはですけど、なんかみんなそんなビクビクしないでいいんだよって言いたい、マジで、ビクビクしないでいいんだよって。でも私は前々から言ってる通り、卒業発表して卒業するってなった時にはお話し会とか握手会は売ってる状態でやりたいと思ってるので、安心ですきますね。今はもう再販されないので、はい、おめでとう。そう、なんでかっていうと、やっぱ結局えみたいな、いや、まあ、もちろんそうならないためにさ、なんかちゃんとなんか計画的に、 ご購入は計画的にと思うんですけどそう、なんか あの時買っとけばってならないようにご購入は計画的にしてくださいねとは思うんですけれども、でもやっぱ私がもしじゃあこう推しが卒業するってなった時に、まあもうね卒業したんですけど、とか皆さんは卒業するってなった時に、なんかもともと現場とかにもいっぱい行ってたファンだったら、なんかでその日本当もうめっちゃ頑張れば7部とかには行けるかもしれないけど、でも仕事が長引くんだよねみたいな、いや疲れるからなみたいな、まあ次のシングルでいっかみたいなって思ったとするじゃないですか。でそのシングルで卒業とかって言われたら、もうマジ仕事辞めたくなるから、絶対なんマジなんでこんな仕事にしたんだろうって絶対なると思うから、私が一なんていうの、一ファンでこう普通に一ファンとして握手会とか現場に普通に行ってたファンだったら絶対そう思うと思うから、うん、だからそういう後悔は私はみんなにもしてほしくないなと思うし、でもまあなんて言うんだろう、じゃあこの時には卒業したいんですみたいな感じで、もしもね、もしも運営の方にお話しさせていただいた時に、そうですね、じゃあ次のシングルは参加できないですね、発表はこのぐらいの時期になりますねみたいな言われたとして、それが大人の決定ならしょうがないそう、でも私はなるべくならっていう感じなので、安心はしてほしいんですけれども、でもあの本当に滑走路だと本当にやめたくなるんでよろしくお願いします。はい、なのでまだしないですけど、本当に滑走路だと本当にやめたくなるんで、よろしくお願いします。
コウキさん、ハートありがとうございます。はい、まあ、まだしないんで。今日のお洋服は初ですか？いや今季初だけど2年前ぐらいに買ったかな。そう、めっちゃ一時期よく着てた服です。だからめっちゃ前からよく着てます、冬になると。去年は確かに着てないかもしれない。 2、3年前に買いました。可愛いでしょ。プラメ着た、ありがとう。あ、プラメがなんか何なんでしたっけ、なんか無料なんですよね。3人、4月5月6月生まれメンバー3人無料らしくて、お、あやみんが波動旅行に誘ってくれて大阪行っておきましたってクロスちゃんが言ってる。この間公演の時言ってた、波動行ってきましたみたいな、波動じゃないや、波動旅行行ってきました。言ってた。この間公演の時にあのあれをね買ってきてくれてたんですよ。いつだ、レミタンのあの初日の公演の時にお土産買ってきてくれてたんですけど、もらい忘れた。もらい忘れた。いや、もらい忘れました。置いてあったんですけど。そう。そのお試しのやつを今探してるんだけど、ちょっと待ってね。あった。12月5日から12月11日までの何日間か。あれ、さっきのツイートと変わった、なんか写真変わってる気がする。私の隣ゆいりさんいた気がする。写真変わった、誰かいなかったのかな、載せ忘れてたのかな誰か。明日から1週間、4月生まれ、5月生まれ、6月生まれのメンバーのお試しメールを対象メンバーから3人ゲットしていただけます。ぜひ、なんか別に撮ったことないけど、なんか何喋ってんだろうなとか、それこそなんか前々からよく皆さんが言ってくださるのは、ウィバースとメールって何が違うんですかっていうのを結構言ってくださるんですけど、もしね、もうウィバース撮ってるけどメールって何送ってんだろうとかっていう方は、ぜひとも一人追加していただけると嬉しいでございます。めちゃめちゃ
本当選択していただくだけで、あの私の嬉しいポイント1になるので、よろしくお願いします。ミバースはそうね、なんか眠くない、なんか寝ようと思って歯も磨く、お風呂入って歯も磨いて、もう寝る気満々でパジャマでお布団に入ってるのにもかかわらず、なんか眠くなくなってきたなみたいな時にめっちゃうるさくなりますだからもし朝方のお仕事の方とかだったら、ビバースの通知は切っといた方がいいかもしれません。はい、すいません。でももしなんかすごい遅く起きてますよみたいな、いや自分夜型なんですよねみたいな方だったら、ぜひ通知オンにしといてお話ししましょう、ハルピョンとそうでもね、昨日はねもう眠すぎて寝ちゃった、だからごめん、爆睡しちゃった。なんかそれこそドボンの時はマジでなんかずっとゲーム見てたから、ゲームのあれ何画面見てたから、もう目がギンギンに冴えちゃってて、そうそれでね、なかなかねあれできなかった、寝れなくて。リバースどれぐらい変身していいのか、え本当になんか私が夜なんか連投してる時は、えてか基本的になんか全部なんか寂しいからリバースしてるので、あの基本的には全部返信ください。そう基本的には待ってます。負けずに連投してください。なんか夜にこんなに連投してるのに誰からも返信返ってこないし、もう寂しくてもう無理みたいな時あるので夜だけじゃなくて普通に朝も昼もちょいちょい、ぜひ。ただなんかあいうえおとかはやめてくださいね、そのな意味のある。でもそうなんだよね、なんかこの人に返信したいって思ってもさ、なんか私はさみんなに送ることしかできないからさ、そうなんかたまに私がじゃあなんか今日これ食べたんだよねみたいな、あ違う今日のご飯何にしようみたいないうのをみんなに送った時にとかに、なんか自分これ食べたよこれ食べたよこれ食べたよっていうのをたくさんの方が送ってくださるんですけど、なんかえそれにするいいねみたいなのもあるんですけど、なんかそれを送れないんですよね。そう返信したい、返信じゃなくてタッキーさんハートありがとうございます。そう返信したい、いやでもこんな感じマジビーバースうち返信したい返信みたいなのを送ってますマジマジで。そう DM ってたまにファンの方の名前入ってたの来るけど、あれって登録とか名前、え名前登録されてるものが私たちが送ります。え意味わかります。だから例えば橋本春奈って登録してあったら橋本春奈まあなんかうーんって来るし、ハルピョン、あメールの名前と同じだよね、そうです、メールの名前と同じです、そんな感じです。そうそんな感じです。エリカさん梅さん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 ハートありがとうございます、ありがとう。そんな感じだからなんだろう、そうポチトさん、ミノムシクマさん、ありがとう。
だからなんかあるなんかねおもろいおもろくはないんですけどなんかあれがあるんですよ、なんかメールアドレスみたいな、メールアドレスっていうかなんて言うんですか、例えば私のそのツイッターとかのなんかなんて言ったらいいの、なんかハルピョンで登録してあるんじゃなくて、なんかローマ字でハルナみたいな、そうアカウント名みたいな人がいるんですよ私だからそうなんかぜひ皆さん名前登録してください。はい、なんかそっちの方が私もなんかあこの間お話し会来てくれてた人かとかっていうのが分かるので、そうめっちゃおもろい、アカウント名みたいな人いる、めっちゃおもろい。だからみんなも別に私から送ってるけどみんなもくださいね。え、皆さんからも別に送れますよね、その私が送ってなくても。だからみんなもなんか暇だなみたいな時になんか今日なんかこれ食べたんだみたいなください。既読無視するかもしんないけどはい、タイミングが合えば私これ食べたよとか言うかもしんないし。え、そう誰も自分から送ってこないマジで全然。いや誰もではないか、たまにいるよ、たまにいますけど、ハラピョン既読つくの早い、え暇だから暇だから送れるけど見てもらえ、え既読つかないんですか、みんなのとこに既読つくよって言われてるんですけど、読んだら。既読ってつかない、え、つくよね、つくと思います。こうきさんハートありがとうございます。リバースつくよ、そうそうそう読んでます。アルピョンがリバース開いたら既読つくと思ってる。リバース開いたらっていうか、リバースをなんていうの、開いてみんなのコメントを読んだら、だ別に私の画面見せれないんだけど、そうなんか私がただただこうやってずっと送ってる分には既読はつかないんだけど、みんなのコメントをこう読んだら既読がつく。中心さんハートありがとう、オリビエさんハートありがとう。そうだからなんかビバースもなるべくそのファンの皆さんに、まあメールと一緒だからさ、こうなんていうの、普通のツイッターとかとは違うから、なるべくほんとね送りましょうみたいな、なんか一日ねみたいな感じの、なんかめっちゃその一日何十件も送りましょうみたいな感じで言われてるわけじゃなくって、割と一日何件か送りなんかね一通とかはみたいな感じで、まあ別に強制ではないんですけど、まあそうじゃないですか皆様からねこうツイッターとか、ツイッターじゃない X とかなんかそういうなんていうんですかね、無料なあれじゃないので、そうお金を払っていただいたりとかしてるので、こうねっていうのをあのスタッフさんから言っていただいてるんですけど、私は別にそれを言われなくても多分普通にめっちゃやっちゃってろって感じ。なんかっていうかその何が楽しいって、私が例えば1言ったらみんながいっぱい返してくれるんですよ。そうあのかまってピーポーのハルピョンちゃんには嬉しいの、こんなに私の言葉を返してくれる人がこんなにいるんだみたいな。しかも割と早いみんな返してくれるの。そうだからそれが嬉しくていっぱい送っちゃうの。
だから構ってください構ってください、暇してるんで、よろしくお願いします。待って、ぴょんちゃんなんです、私。めっちゃ変身してるけど、それこそ夜とかこっちのテンションおかしくてイメージ変になってないか心配。大丈夫大丈夫、なんとかなるよいや、よくごじりますね本当。あんま、なんかウィバースはマジで、いや、けん、何、自分でね確かめ耳みたいなやつ しないんでそう広角だから指がめっちゃ長く見えた。でも私指長いんですよ。そう、え、どういうあれの時、あ、これの時私指長いの、意外と手が大きい、細長い指、ママの手です、細長手。いや、 X はみんなが見てるからやだユバースはハルピョンのことしか好きじゃない人、うん、ハルピョンのことを好きな人しか見てないから、いっぱい送ってもらったものをいっぱい送って返してもらってる。ハピョの顔はちっちゃいから、なんか比較するようなもの、ペットボトル、あ、 iPhone15 とかでいいですか。 iPhone15 と比較するとこんな感じです。そう、長い指、でかい手、こんな感じです。全然携帯持てちゃう、片手で全部文字打てちゃう人、下も上も全然いけちゃう人です。そう、ぜひ、まあ今再販終わってるんですけど、お手手比べしたい皆さん、握手会で、次のシングルの握手会で、次のシングル参加するんで、次のシングルの参加し集会でなんて言った、次のシングルの握手会でお待ちしております。お手手比べしましょう、ぜひ。ギターに向いてる、そう、なんかそう言われて、言っていただいて、なんか前に挑戦した時一瞬あるんですけど、指の力がなさすぎてそうなんですよ、ギターね、なんか手大きいからできるんですけど、できる手って言われてギターに挑戦したこと一瞬だけあるんですけど、指の力がなさすぎて弾けなかったです。そう、え、どうやって抑えるの、みたいな、痛い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 みたいな感じだったので、そう、無理でした、残念。え、今日聞いて今日さ、イザアティアイアイアさん、ミラーボールありがとうございます。今日さ、サプライズレバーさん、ミノムシクマありがとうございます。ミノムシありがとう。今日さ、 あの起きてコンタクト入れるじゃないですか、そしたらなんかめっちゃ左目だけがマジで痛くはないんだけど、違和感がありすぎて、えみたいな、でずっと涙出るしずっと左鼻から鼻水出てた今日私そうで、ちょっともうこのコンタクトダメかもしれんと思って、さすがにダメかもしれないと思って、その新しいコンタクトにしたんですよ。これ新しいコンタクトなんですけど、新しいコンタクトにしたら大丈夫でした。はい、
よかった。目と鼻ってつながってるじゃないですか。そう、だからだからですよ、鼻水出てくるの。鼻水出てくる。はい、どこのどこのどこの、わかんない、ちょっともう捨てちゃった箱みたいなやつ。あのあれなんで、私目悪いんで、お医者さんからもらってるやつです。なんかなんかです、お医者さんからもらってるやつ。カラコンじゃない、透明コン見て。結局なんで痛かったのわかんない、知らない。アキューピューって何、違う、なんだっけな、コンタクト2ウィーク。私が使ってるのはコンタクト、お揃いとかにしちゃう、みんな。私が使ってるのはこれ、バイオフィニティみたいなやつ。バイオフィニティトリックってやつです。そう、本当は今日一日もう何、コンタクトじゃなくてメガネで過ごそうかと思ったんですけど、新しいのにしてみたらいけるんじゃないとか思って新しいのつけてみたらいけました。バイオフィニティです。これめっちゃヤフーショッピング、ヤフーショッピングの画面出すね。これこれです。ごめん、乱視じゃない、うち。ここにあった写真のやつのところを見たら、これ見ちゃったの、最初最初これ見ちゃったの。そうで、ここにトーリックって書いてあったから、これ読んだらめっちゃ乱視用ですかってめっちゃ言われて、違います、通常、通常何、禁止禁止禁止、遠くが見えにくい、禁止人間。そのメーカー前まで使ってた。推し編なの、推し編なんですか。哲也さんハートありがとうございます。これが多分一番安いんじゃないかな、きっと。多分だけど、だから買ってるんだと思う、昔から。うん、昔から買ってるのは安いからだと思います。つっこさんハートありがとうございます。え、メガネ、メガネじゃない、コンタクト外したらどこまで見えるんだろう、劇場全然わかんない。コンタクトしてたら、ね、マジ後ろまで見えます。最後列。全然見えます。使い心地じゃないですね。むしろこれ以外のコンタクトを知らないので。はい。うん。あ、5000人いきそう。あれ言ってないっけ、5000人いったら終わりますって言おうとしてたの忘れてた。5000盛り上がり。あ、サッシーさんのカラコンね、あれはねいいって言うよね。私も一番最初に、めっちゃ一番最初に初めて買ったカラコンはサッシーさんのカラコンでした。やっぱなんか自分の知ってる人がこうプロデュースされてるって
ていうのってこう安心感があるじゃないですか。だからなんかさ、そのまあなんて言うんだろう、別にその誰かを疑ってるとか、その他のねこうプロデュースされてる方々を疑ってるとかそういうことじゃなくって、やっぱ自分が知ってる人がプロデュースしてるっていうのが一番安心感があるなって思っているので、そう一番最初に買ったカラコンはサッシーさんのでした、ね、そう目に入れるものだから。コウキさんハートありがとうございます。え、周年公演って人入れるんですか？そうなの？周年公演参戦って書いてある。知らなかった。まあ全然私出ないけどノミネートゼロだから全然出ないけど、ぜひ来てください、待ってます。下手センターし、あれ紙かうち、あ全く出ないわけじゃなくて全然出ないほぼ出ない、そうほぼ出ないって感じ、マジだから途中ほんとハルピョンどこみたいなハルピョン全然いなくない、全然出なくないみたいな瞬間めっちゃある。その前日の僕隊入る、えー嬉しい、やったじゃん。ひーちゃんの卒コンはフルではないんですけど、でもそのフルではないんだけどほぼだから、普通にじゃあオープニングやってユニットやって、中盤やってアンコールやってみたいな、えでもマジそんな感じそう、なんか他のじゃあゆきりんさんとかが10割出るってなったら私は9割出るって感じそうなんかいろいろあってほぼほぼ出ることになった、ありがたい、せっかくねファンの方が来ていただけるんだ、だからせっかくそれこそひーちゃんのラストコンサートになるので同期として頑張りたいなと思います。不安だけどセットリストをなんかもともと発表された時がそうあれだったんですよ、なんかいろいろあって私とゆいゆいちゃんが一部って感じだったんだけど、そうでもいろいろあって私は9割出れることになった、まあだからということで5000盛り上がり超えたので終わるんご、明日は配信昼ぐらいにします。6日は明後日はちょっと見てで、7は公演があるので午前目、午後、昼間ぐらい目、夜もちょっとできたら嬉しいなって感じで、8がなんかもしかしたらなんだけど朝から公演のそのリハがあって、周年のリハがあって、で周年が公演があるじゃないですか、で終わってから仕事別の仕事があるかもしれないみたいな感じっぽくって、おっとみたいな感じなので、ちょっとできるタイミングでゲリラで配信するんで、ゲリラで配信するんでゴリラで見てください、よろしくお願いします。ということで、で9、10がお話し会でしょ確か、9、10はお話し会が昼間なので夜配信できます、よかったねって感じです、またお話ししますね。ということで、それではランキングいきます。1位、菊池直久さん、ありがとうございます。ちょっと待って、ランキングいくけど、ちょっと待って、
きます。1位菊池直久さん、2位鉄道の8アット16魂今朝 A525 を追いかけたさん、3位、サプライズレバーさん、4位直吉さん、5位アシュラット、7日一般枠で復活当選やった。6位、トラックヤローアットグリさん、7位後期アットドバンライブ絶対当選、そう明日からですよね皆さん、明日からなんでよろしくお願いします。絶対に来てください。1位です、橋本、絶対に来てください、よろしくお願いします。8位哲也とハルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。9位一乗寺ひかるさん、10位バジュンさん、11位くじの大吾さん、12位マックミックさん、13位いつずいアリリアさん、ありがとうございます、ごめん読めなくて。ということで皆さんありがとうございました。私があんまりみんなが当選することを祈りすぎると本当に当たらないので、祈らずに、まあ当たってくれよみんなぐらいの気持ちでいたいと思います。それでは、最後にランキングを読んで、間違えました、キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。ゴリラを教えて、いやもうゲリラで配信するからゴリラで見てっていう、もうごめんウィバースのテンション、おやすみ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5450人の盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみ、ぴょんムービー送ります。ぴょんムービー今日は15で撮りますので、皆さん楽しんでください、楽しんでください、楽しみにしててください。おやすみなさい、バイバーイ。